間のね感覚っていうのはずっとよくわからないことがあって、うん、それであの今おっしゃった共感覚っていうのはね、うん、なんかスクレアピンとかもなりますよ、うんうん、ジムさんもやっぱり時々そういうことを聞かれるいやあのいやいや時々じゃない、うん、だから基本そうよ基本、うん、色で認識してる味もそうなの味も、うん、味覚それでね、うん、あのドイツのカッセルへ行った時に、うん、あのベルリンから来たっていうベーシストが、うん、でそれと一緒にあのお食事をしてて、うん、そ僕が、うん、これちょっとあのミッドローがきついなとかって言って、うん、独り言みたいな感じミッドローミッドロー、中低域中低域が、うんうん、こいつが中低域はちょっと尖りすぎやな、うん、とかって言ったら、うん、そのベルリンから来てたベーシストが、うん、そうとか言ってって言うから、え、お前分かんのかって言ったら、180Hz やろって言ったら、ほうとか言って、ほんで、これはとか言って、いや、あの、もうちょっと、700あたりをもうちょっと抑えてほしいとか、そういう、あの、それすごいね。のを、そのドイツ人とずっとぴったり合うのよ。おそう。じゃあ、あの、この、板前でさ、共感覚がある人がいるのいいか分からんね。ああ、いいか。ジモさんが横についてちょっと 700Hz 行こうかとか。いやいや、だからあの、まあ、150。今日はあの、1.2 強めでお願いとかね。まあ、この音の立ち上がりによってもやっぱ色のこう出方とか違ったり。ね、やっぱあの、アタック。うん、あの、うん、基本周波数と倍音の部分ね。だからアタックの部分っていうのは倍音が多いんで。豊かに、うん、豊かに、うん、いや本当はあのこの共感覚とか人間の感覚っていうのは不思議でだからあれですよねあのよく言うのは例えばでもこうホワイトノイズを聞いてるとやっぱり、うん、普通の音楽では見えないんだけどホワイトノイズとかでやっぱりちょっと色が見えたりとか、うん、それからちょっと人の声が聞こえたりとかいう人結構うんうん、でもねあの、ホワイトノイズっていうのは、うんまあホワイトノイズとピンクノイズとか、ああいう、うん、過聴域全部が等しいデシベルでエネルギーで、うんうん、出ているっていう。一種の感覚遮断に陥るのかな、あれ。そうそうそう。だから選択不可能になるんで、うんうん、あの自分の中で勝手に選択し始めて。で、うんうん、であのまあ、感覚遮断ね、うん、あのいろんな過去に経験したものを、うん、あの想起させやすいっていう。うんうんさっき の赤血球 の崩壊実験では、うんホワイトノイズが一番短命だった。このメスカリン、そのベートなんかのメスカリンというものをあの19世紀末にドイツで、何とかして、20世紀に抽出して、で1920何年頃に、なんとかクリューゲルっていうやっぱり向こうのヤコブズが学生、その頃は合法ですからね、そんな赤いようになった、僕最近の頃。昔はやりたい放題ですから、であの学生中でですそのメスカリンでいろいろ実験して、その時どんなもんが見えるかの統計取っていったんですよね。で統計取っていくと、やっぱり、この渦巻きであったり、ロート状であったり、そしてあるいは格子状巻き。で、これはあのね、あのフォームコンスタントって言われてて、これ日本ではあんまそういうの研究してる人には日本語の訳はないんですけど、英語、フォームコンスタントって言って、まあ、定常形態ですね。定常形態って。まあ、それがだんだん明らかになってでそれからいわゆる脳波の研究というのが進んでいくわけなんですけど、これは日本でもね1959年に生きているのブレイン、リビングブレインという本が出まして、なんとかウォルターとしてはねウォルター博士という人が書いてまあ彼は当時1950年代のアメリカで脳波研究で第一人者で彼は脳波の研究の時にやっぱりさっき言ったストロボ光を利用してたんですよ。でどうもそのストロボ光に脳波が同調するらしいと。片っぽはまあ音ね。音とストロボ光に同調するらしいということで、まあ、全米から被験者集めてやって、これ、先生、不思議なもんが見えますが、ね、いろんなもんが見える、ねで。最初はその渦巻き状のもんとかそんなんで、その向こうの方に人の顔が見えますとかっていう人がやっぱりね、続出して。それがね、あれですよ、1953年。で、まあ、この本の不思議にちゃんと岩波書店、岩波書店ですよ、1959年に生きているのが出てて、その中でその時のレポートとか書いてるんですよね。で、この今、ブレインマシンの元になったのは何かっていうと、
ウィリアム・バロードと、それからブライアン・ガーシンという人が、ドリームマシンっていう、やっぱりそのものを。で、当時は、僕らは今これどうやってるかって言ったら、なんていうかな、コンピューターというか、回路で、プログラミングして、光を明滅させてるんですけど、その頃はそんなんないんで、こんな筒みたいなの作って、レコード回転プレイヤーの置いて、で、窓作るわけよね。で、そこで目つぶってると、ここに前、ジングルに光が現れるって。で、まあ、それを、そのブライアン・ガイシンという人がやっぱり作り出したんですね。彼はやっぱりね、フランスの南の方を旅行してる時に、こうバスがですね、バスに乗ってたバス旅行してる。と、向こうに太陽が見える時にですね、こう、うとうとしてるとですね、ちょっと林の中に入っていったんですね。と、並木の中。そうすると、並木がある一定のスピードでこう、人間のあれを、こう、閉じるわけじゃないですか。そうすると、なんか不思議な色、綺麗な色模様が見えたっていうので、それで応用して、まあ実はドリームマシーンみたいな。で、その時に、それをこう、ウィリアム・バローズに言うと、いや、そう不思議やなっつってる時に、やっぱり、その、リビング、さっきのリビングブレイン、生きているのっていう本で巡り合って、で、それドリームマシーンっていうのが誕生したんですね。で、ただ、まだ、そういう光を自由にコントロールして点滅させる技術っていうのがなかったん で、実際にはそれはもう実用化されてきたのは、まあ、いわゆる、まあ、コンピューターが発達して、1980年代後半から今までなんです。で、この不思議なことに、フォームコンスタントっていうのは、臨終の人が見たって、そう覚えてないから分からへん。臨終になって帰ってくる人いるから、なんていうの？臨死体。臨死体。臨死体の人もだって。ビースタです。だからさ、これはね、ジモさんの絵もそうですよ。やっぱ一種、そう、俺さっき見てて、だからこれも、これはね、まだ不思議も、これ、データペインティングっていうらしいんですけどね。これ、データペインティングなら何かやったら、まあ普通の人はね、パソコンでなんか、絵描く言うたらですよ。普通、イラストレーターかなんかと、ちょっとちょっとこう、ベジ曲線かなんかでね、こうやらかとかさ、やんじゃん。だから、この、彼はね、まあ、あれも、まあ、この前話したけど、おかしいんだけど、これもね、その人、何のためにパソコン使ってるかというと、そのパソコンの一つ一つのドットにですね、彼はですね、自分で点打ってこれ書いてるんですよね。だから、コンピューターというのは彼にとっては、単に、その、なんていうの、デジタルキャンパスに過ぎないわけで、なんか、コンピューターは、まあ、最後にその、なんか立体をあれするときには演算するらしいので、そこまでは、彼は一個一個ね、そのドット打ってるからね、大丈夫かこの人はと、思うんですけどね。いや、ほんま、大丈夫かこの人。まあそうなんですよ。で、彼は言えば、まあほとんどだから、コンピューターが作ったという彼のお筆先なんですけど、まあ、ずっとここはこの渦巻きによったね、この、ものが出てくるでしょ。で、これなんかほら、完璧にこの格子島ですか。あれなんか、これはね、不思議なことに、うちの、その機械ね、カシーナで僕が開発した、ドラゴンライジングっていう、まさにね、これ、ちょっと、探してもらって、ここに。どんなんが見えるかですよ。こんなんが見えなんねん、こんなんが。ね。いや、ほんと、そんな感じなんですよね。そう。これは、ね、これはここ、渦巻きが来て、ね、この辺ちょっとその蜘蛛の巣状のものがあったりするんですよ。これね、非常に、不思議なことなんですけど、でそれは僕らは多分そういう目の網膜の刺激によって、これはなんでそういうのが出るのかいうのはね、なんかね、最近ちょっと研究してる人が向こう見ててね、なんかやっぱりこの、さっきのストロボの話なんですよ。ストロボなんですよ。ストロボも、そうそう、まあ、その、最重度知的障害者についてもストロボの声。これはアセンシャルスペクトルを出した時に、岡山 のペパーランドのおっさんのとこで、そういうライブをやった時に、4、5回、5、6回やった時に、もう、やばいから、最初に何があっても文句言いませんという誓約書に何か出して入って、でそこでね、その空間でも、自分の手のひらが見えなくなるまで濃密なスモークを炊いた。完全にホワイトアウト。だからもうホワイトアウトになると、自分の首が上向いてるのか下向いてるのかもわかんない。わかんない。もう自分の体勢がどうなってるのかわかんない。もう本当にホワイトアウト。
雪山でやばい状態で、ね、でその状態で強烈なストロボの明滅をあのブワーやったピカチュウ光線をこうするともうあの空間全体がブワーッと発光し始める。でそこでアセンションスペクタクルが鳴り響いて大音量でもブワーッとこうなって1時間で、ずっといろんな人がなんかこういうあの幾何学模様が空中にこう、幾何学模様がね、うん、動いていったり、自分が思う天の高さがどんどん上がっていったりとか、あとおばあちゃんが自分の名前を呼び続けるのがずっと聞こえてたりとか、そんなこといろいろもう経験したり、で、まあそれにはあの、スモークマシンとかそういうのが必要になってくるんで、なんとかそれ、そういうのなしでできないかと思って、でこのぐらいの光景でここに LED がいっぱいずっと強力なストロボライト、うん、作った、これがねうちもものすごいたくさん、それを天井からぶら下げて、観客は全員床に寝転がって、顔の前30センチぐらいのところに積む照明を設置して、それでブワーッとやって、したらもうまばたきしてもしなくても同じ、目閉じてても同じ、ブワーッ、それで。あの1時間半とか2時間とかブワーッてやるのが音を鳴らしてるっていう、六本木でそれも10回ぐらいやったの。あ、そうなんですか、床で床で、まあ、危ないかな、もう床に寝転がった状態 で天井から紐でぶら下げて、この辺に顔の上にそのライトが、今思うとあのカシノのゴーグルそうですね、なんか同じことを考えてたら、ね、そうそう